はい、少しデモンストレーションしてみたいと思います。これは、Chrome の今、これは 2.0 ですね。で、Chrome Experiment というサイトで、ボールプールという、まあ、いろんな、JavaScript を使ったアプリケーションだとか、公開されているんですけれども、その中の一つ、ボールプールというものを、実行してみたいと思います。上からボールが降ってきて、コロコロコロっと転がる。これは、HTML と JavaScript、それから、HTML5 に入るキャンバスですね、SVG とか、呼ばれているベクトルグラフィックの、タグを使って実現している、まあ、簡単なインタラクティブなデモンストレーションです。で、これをボール、大きなボールでもちっちゃなボールでもつまむと、ビヨヨヨンとこう非常にインタラクティブに気持ちのいい、こう動きをするんですけど、ウィンドウを振ると、ですね、ワーンとなったり、こうマウスクリックするとどんどんボールが出てくると、そういうアプリケーションで、まあ、いっぱいにしても最大化してもボヨヨヨヨンと、まあ、滑らかに動いていると。ボールをぶつけても非常に滑らかに、とてもブラウザで動いていると思えないような、まあ、我々がウェブアプリケーションといった時に思い浮かべるようなものとは、まあ、かなり違う、ある種こうウェブアプリケーションの可能性を感じさせてくれるような、そういうデモンストレーションになってます。それで同じこのボールプールを今度は Firefox の 3.0.7 で動かしてみます。まあ、ボール落ちてくるの、まあ、結構滑らかに落ちてきます。まあ、結構速く、スピードも速く動いています。ボールをいっぱい生んでも、まあ、やや重くなってくるかな、どうかなっていう感じですね。で、ちょっともう少しボールを、まあ、やっぱちょっと重たいですね。こうやって、それで、固まってますね。最大化して、まあ、そもそも動きが遅いっていうのもあるんですけど、例えばこう、ボールを引っ張った時に、ヨヨヨヨヨンとなるんですが、もうちょっとボール生んでみましょうね。かなり重たいですね。処理の速度が遅いだけではなくて、ボールの動きをよく見ていただければ分かると思うんですけど、時々、全体がピタッと止まる瞬間が、今ちょっと一瞬止まりましたけど、今止まってますね。これが完全に止まっていて、非常にその応答性というんですかね、インタラクティビティが一瞬下がる感覚が非常にあります。例えばブラウザーの実際のウェブアプリケーションの例だと、操作したはずなのに、あれなんか今一瞬無視されたなというような、そういうことって結構最近のウェブブラウザーだとありがちだと思うんですけど、そういうことまで考え合わせると、JavaScript エンジン、ただ単に速いだけじゃなくて、音を上げるためにガベージコレクターの実装のアプローチも、まあ、本来考えるべきじゃないのかなという気がいたします。もうかなり重たいですね。まとまってますね。グリグリグリっとマウスでドラッグしても、もうちょっと操作が厳しいかなと感じですね。ちょっともう一回比較のために戻ってみましょう。 Chrome でやってみます。ボールが出てきて、ボールをいっぱい発生させます。最大化します。もっとボールを出します。ドリ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 ッと出します。で、ボールをやっても、まあ非常に追性が高い動きですね。